リカルド・トルモは、スペイン出身の元オートバイレーサー。バレンシア県カナルスの自治体域にあるアヤコル集落で生まれ、8歳の時に家族と共にカナルスの中心部に移り住んだ。ロードレース世界選手権の勝敗企業クラスで活躍し、ワールドタイトルを2度獲得した。スペイン選手権の 50cc クラスで3度、125。 CC クラスでは4度のナショナルチャンピオンに輝いたトルモは1977年にロードレース世界選手権に本格的にデビューした1978年にはブルタコのワークスライダーとして 50cc クラスのタイトルを獲得した1981年には今度はプライベーターとしてブルタコのマシンを借り 50cc クラス世界チャンピオンに返り咲いた トルモのキャリアは、チームメイトとして、あるいは公的主として、アンヘル・ニエトと密接に関わっていた。1983年、トルモは1984年から、新たにスタートする 80cc クラスに参戦するため、ホルヘマルチネスと共にデルビファクトリーと契約した。迎えた1984年シーズン、開幕戦のイタリア GP では、エンジントラブルにより、リタイアとなった後、 チームは第2戦のラまでのスペイン GP の前にテストを計画していた。しかし、当時スペインには本格的なサーキットはラ間ともう一つカラファトサーキットしかなく、あいにくこの時は二つのサーキットは両方とも戦略があったためにデルビがテストに使うことができなかった。やむなくチームはバルセロナのデルビファクトリーの近くにある工業団地でテストを行った。 チームはこれまでも時折このエリアの行動で交通を遮断してテストを行っていたのである。しかしながらスペイン GP の事前テストを行っていた時交通の遮断を担当していたチームスタッフの手違いによって1台の車がテストエリアに侵入した。運悪く新しいレーシングスーツのテストをしていたトルモはこの車と激突し右足を砕いてしまった。 この事故によって、トルモのレースキャリアは奪われることになった。1994年、トルモはバレンシアで最も栄誉のあるザ・バレアンコミュニティエス・ハイディスティンクションアワードを受賞した。また、ジャーナリストのポコデッサンパラドスとの協調による、ジジョデン、ヨリカルド、ウナビーダポル、ワイパララモートを表した。1998年12月27日、 何年もの闘病生活の末、白血病により死去。トルモの栄誉を称え、バレンシアサーキットは、正式名称を、シルクイートデラコムニターとバレンシアーナ、リカルド・トルモに改名した。ありがとうございます。